はい、皆さんこんにちは。まあ僕は、去年の10月ぐらいに、まあ大学を、まあ YouTube の関係で、まあ大学を退学し、で、今、まあ言うたら、まあ浪人生的な感じの生活を送って、で、まあ今年は、まあ受験を受けたということで、で、まあそれで今僕も冬休み期間なんですよね。まあ言ったら、今大学生も、冬休みっていうことで、まあそれで、僕も冬休みっていうわけなんですけど、まあ、普通の大学生は、まあ普通に学校1年間通っての冬休みなんですけど、まあ僕の場合は、まあやっぱ退学してそっから再受験で、みたいな感じの冬休みじゃないですか。まあだから、不安なんですよね。うん。だからまあ今日は、まあそういう話なんで、まあちょっと聞いてもらえたらなと思ってるんですけど、まあ最近、まあやっぱり僕、まあ YouTube、最近出してこなかったじゃないですか。まあそれは勉強とかもまあいろいろの理由があったんですけど、まあやっぱりいざ、まあ冬休みなんで今は、まあ僕も今何もする期間じゃないと、何もしないってなった場合、まあやっぱりいろいろと物事を考えてしまうと、将来のことをね、うん、まあやっぱり将来のことを考えてしまうから、まあやっぱり将来のことを考えたら自分このままでいいのかみたいな、うん、まあちょっと真面目な話になるんですけど、まあやっぱりそうなった場合はちょっとね、うん、自分の将来このままじゃまずいんじゃないかなみたいな、うん、でまあ多分このままだとエフラン大学に通うことになるだろうし、でだからそうなった場合ちょっと夜もね眠れない状態というか、もうそればっかりに、まあ、考えてしまって、まあやっぱり高校の時にもっと、まあ、勉強しといて、中高の時にでもっといい、高校行って、もっといい大学行って、まあ行けたとしたら、まあやっぱり将来っていうのはまあ安泰というか一流企業に勤めて、まあ、やっぱり将来のことまあそれなりにまあ今ほど考えずには済んだと思うんですけど、まあやっぱりこのまま僕はそのエフラン大学にその進学してしまうと、まあいうことはそれはまあやっぱり僕としても避けたいですし、まあやっぱり正直エフラン大学に入ったところで将来就職するとこなんて全然限られてくるんで、うん、まあ一流企業にまあほぼほぼ入れないと見てもいいだろうし、中小企業になってブラック企業に入って、まあそれで社畜として働いて、まあそれで落ちみたいな、まあ大体未来が見えてるじゃないですか。まあ、なんでこのままだったら自分まずいなみたいな、でまあまあついこの間までは高校生だったんですけど、やっぱり大学生に入ったらもうなんか、高校生の時はもうがむしゃらに、まあ僕はもう YouTube やってきたんで、もう YouTube のことばっかり高校の時は考えてたんですけど、大学になってきたらやっぱり将来のことを考えないといけないと、まあやっぱりそれはちょっとねやばいなと、もうもう一気になんか大人の階段に上がったら、もう高校生まではチャランポランに遊んでて YouTube バーってやってて、なんかもううわーってやったとしてももう全然よかったんですけど、大学生になったらねちょっとその将来のこととかね、そういうの考えないといけないなってまあ思って、うん、今ちょっと悩んでるとこなんですよね。はい、でまあそれでまあ僕が悩んだ結果、まあエフラン、まあ、大学は、まあ、出ようとは思ってます。はい。まあ、大学は、ちょっと出ないと、まあ、まずいなというか、まあ、正直、なんか、エフラン大学の大学なんか出たところで、もう別に高卒とそんな変わりないだろう、みたいな感じで思うんですけど、お金かかるしね、奨学金借りたら。そう、大学っていうのはもう何百万かかる世界なんで、もう400万とか、うん、500万とかかかる世界なんで、そんなにお金をかけてもうエフラン大学を卒業するぐらいなら、なんか働いた方がいいんじゃないかなみたいな感じで思って、まあけどまあやっぱり一応大学は卒業しようかなと、うん、借金していくまで価値があるかどうかはまあ俺は全部知ってるわけじゃないけど、一応大学は卒業しようかなと思いまして、でまあこの大学まあ言うたら4年間の間にフリーランスとして、そのまあフリーランスっていうのはまあ自分の家でなんかできる仕事をしようかなと思いまして、まあ言ったら将来就職しない方向に行こうかなと、でもしもの時のまあそれこそ別に大学卒業、しなくていいんじゃないか、大学行かなくていいんじゃないかみたいな感じで思うんですけど、もしものことがある限り、うん、まあ、100% 成功じゃないんで家でできる仕事だって、はい、
まあ、なのでもしもの時のために、まあ、やっぱり一応大卒っていう資格は取っておこうかなと思ってるんですけど、一応僕の今のその方針、まあ、夜も眠れずに考えたこの浪人生が考えたこの結果、大学には通おうと思ってるんですけど、将来就職しない方向で進んでいけたらなと思ってます。はい。でまあ、将来、まあ、就職しないって言ったら、じゃあお前何で金稼ぐんだよみたいな感じで、まあ、思ってるんですけど、まあ、それが、まあ、僕の中で何個かあって、まあ、家でできる仕事が僕いいんで、まあ、やっぱり外とか、まあ、どこでも、まあ、家でというか、まあ、どこでも仕事、パソコン1台でできる、まあ、仕事というか、まあ、そのネット職業みたいな感じがいいなと思ってて、では一つが、投資なんですよ。はい。まあ、言うたら投資、まあ、FX とか、まあ、株とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、なので、まあ、僕いろいろとね、本を買ったんですよ。まあ、やっぱり本を買わないと意味がないなっていう。はい、まあ、これ前の動画で見せたんですけど、株の教科書。はい。まあ、幸いなことに、これは本当に幸いなことに皆さんが見てくれてる、まあ、視聴者さんのおかげで、まあ、YouTube の資金ってものが、まあ、あるんですよね。うん。まあ、なので、まあ、投資できるほどの資金ってのは今のところあるんで、勉強して、まあ、やって、もう勉強して勉強して、もう、まあ、言うたら何ですかね。まあ、少ない元手で、まあ、損し、まあ、損はすると思うんですけど、まあ、死なない程度に、やっていけたらなと。投資をね。うん。で、まあ、あと、FX の本とかね。うん。こんな感じです。はい、まあ、こういうのを、まあ、最近買って、まあ、FX と株をこれから、ちょっと、やっていこうかなと、思いまして。まあそれは別に YouTube で出すつもりはないですけど、ただ、ちょっと将来がマジで不安になってきて、まあこれ、まあ今見てる皆さんは、まあ多分中高生あたりだと思うんですけど、まあ多分、皆さんも、人の、まあ、まあ今は僕は、まあ19歳なんですけど、まあ皆さんも言うて2、3年後となったら僕と同じ年になると思うんですよね。まあなので皆さんも一言じゃないですよ、これは。うん。将来のことをそろそろ考えていかないといけない年に。でも皆さんは、まあ、中高生見てる方多いと思うんで、またやり直しが効くと思うんですよね。うん、もういい大学入りたいなと思ったら今から勉強したらいい大学入れると思うし、今日僕の場合はもうほぼやり直し聞かないんで、もうそれだったら自分で家にできる仕事、うん、将来社畜として働くぐらいなら家でできる仕事っていうのをやっていった方がいいんじゃないかなと思いまして、はい、まあ今そういう感じですね。まあ実際、まあなんていうんですかね、まあ投資、まあ、投資だと、やっぱりマイナスプラスじゃあるじゃないですか。やっぱり、プラスになるときもあれば、マイナスになるときもある。で、まあ、そうなったら、やっぱり心の不安ってものが、まあ、やっぱり積もると思うんで、まあ、なんていうんですかね、不労所得とまでは言えないですけど、まあ、確実に稼げるものもやっていきたいなと。はい。まあ、それが今の YouTube ですね。うん。今 YouTube なんて、まあ、正直、元手があんまり少なく、別に正直 iPhone1 台で撮れるじゃないですか。で、まあ初期投資もあんまりいらなく、まあ動画を出せば出すほど儲かる。別に動画出さなくたってお金が減るわけじゃない。まあけど投資ってのは、まあお金が減る可能性があるじゃないですか。100万円かけた場合、それが50万円になったりとか。そしたら50万円損することあるんですけど、まあ YouTube の場合は、まあ出さなければお金はもらえないけど、まあ出したら出したでどんどんお金がもらえていくみたいな。うん、そういうのも、やっていきたいなと思いまして、そのマイナスにならない。ものもちょっとやっていけない。それが YouTube。あとブログとか。ブロガーですね。最近よくある。まあブログ。うん。ブログも、自分が書けば書くほど、まあまあお金が入ってくると。まあ売れるかどうかわかんないけど、まあ売れた場合、書けば書くほどお金が入ってくると。まあいうことで、ちょっとブログもね、やりたいなと。はい。思いまして。まあ実はまあ、ブログもね、まあ一応解説はしたんですけどね。はい、まあこんな感じで。まあ後々ね、動画を出そうかなと思ってるんですけど、タツブログ。はい。タツブログライフみたいなね。まあコメント欄とかでよくあるんですよ。YouTube どんな風に撮影してるんですか ?YouTube どんな風に伸びるコツを教えてくださいみたいな。で、それが結構学生の皆様から多くて。で、まあそしたら僕がブログで、自分が、まあ一応登録者14万人今いるじゃないですか。まあ、なので、こう、どうやって、高校生の間で、14万人まで登録者を増やしたのか、みたいな。まあ、そういうコツとかをね、ブログに書いていけたらな、と思ってます。まあまあ、まだ、
記事は書いてないんで、それはまた時期時期にね、発表しようとは、記事を書いたら発表しようとは思ったんですけど、まあまあそんなことはまあどうでもよくて、うん、まあなのでちょっと将来が不安だなと思います、今のところは。まあなのでちょっと、まあ僕より若い人、まあこの動画見てる人がいるなら、ちょっとそういうのも君たちも考えていった方がいい年なんじゃないかなと。はい、もう中高生もうあっという間っすよ。僕もあっという間だったんで、まあ高校生 YouTube 撮ってたらあっという間に高校生過ぎてたんで、ちょっとあっという間なんで、まあやっぱりその辺はちょっと皆さんも考えてみてはどうでしょうか。ちょっとまずいね、不安っすよほんまに。てかまあ、F ラン大学受かったらいいんですけど、まず、もう受からなかったらもう一回浪人するかフリーターかどっちかみたいな。で俺今年成人式なんで、成人式行って「ウェイ!」って言って「お前何やってんの?」みたいな、「フリーター?」とか言ったらもう笑われるじゃないですか、笑われるんで、ちょっとちょっとやっときたいっすね。はい、だからちょっと YouTube も今まで以上、高校生の時以上にガチりたいなと思って、まあだからちょっとね、今いろいろと悩んでるところなんですよね。浪人生は辛いっすよ。将来が不安で不安で仕方がない。もうこれは、まあ、こういう経験をしたことのある人しかわからないと思うんですけど、未来が見えない。今は、俺は YouTube でこんな風に今動画出して、まあ、皆様が見てくれてるおかげで、まあ日々、まあ、食えていけるわけだけど、YouTube もいずれ終わるじゃないですか、正直な話。今、芸能人が参加してきて。で、まあ、それで、まあ、それで僕たちの、YouTube、素人 YouTuber ってものが、まあ、潰されていく。でも多分、まあ、僕は学生 YouTuber なんで、まあ、一応芸能人がやる企画みたいなのは、まあ、学生 YouTuber がやること、まあ、僕たちは被ってないと思うんで、少なくとも僕とは多分被ってないと思うんで、まあ、ジャンルが被ってたらそれは芸能人の方が面白いってなると思うんですけど、僕は学生にしかできない動画を、まあ、これから発信していこうと思うんで、まあ、多分その辺のことに関しては、まあ、多分芸能人に潰されることはないと思うんですけど、まあ、けど、まあ、やっぱり YouTube もいずれ終わってくるじゃないですか。今 UM とかもバーンって下がってきて、なので、まあ、ちょっとYouTube もいつまでできるかなみたいな。で、YouTube がやっぱり消えた場合、その他のものでやっぱり稼がないといけない。まあ、ってなってくると、今、さっき僕が話したかのような、FX とか株とか、まあ、ブログとか、あとも、まあ、ウェブライターとか、ちょっとそういう系でね、これから稼がないといけない時代、まあ、4、5年先とか、まあ、4、5年先にね、まあ、そもそもそういうのがまだあるかどうかっていうのは分からないですけど、ただこれからやっぱり AI に仕事が奪われる、まあそういう時代になってくると思うんで、単純作業とかはね、まあ全部 AI とかに奪われると思うんで、まあやっぱりそうなった場合、僕たちのこれからの仕事の幅っていうのがやっぱりどんどん減ってくるんじゃないかなと思いまして、まあそうなった場合、より就職氷河期みたいな、もう就職できない人が、もう僕たちが就職する頃、まああと4年後とかにはビシバシ現れてくるんじゃないかなと。そうなった場合、まずいと。非常にまずいと。まあ、なので、その間、僕が大学通ってる、その間に、スキルを取って、貯金をして、やっていかないと、本当にまずいなと。エフラン大学は、そこまでしないとまずいなと思いまして、そんなのんびりね、やってる暇はないなと。エフラン大学で遊びほうけてたら、マジで終わるなと、それは本当に身に染みて実感します。はい、まあまあそうですね以上ですね。まあまあなんでまあこれからはまあこういうね、ちょっと大学生系のね、まあ僕のあれとかも発信していくと思うんですけど、まあその辺は、まあ学生にしかできない動画っていうのは、これからもそれをコンセプトに動画を出していこうと思ってるんで、はい、まあ皆さんまた見ていただけたらなと思います。はい、まあということで、浪人生の悩む冬休み、マジで辛いと、マジで将来が押しつぶされる、もう心が押しつぶされる、はい、まあそれの悩みのあれでした。まあ僕と同じ
今感じ生活をしてる人がいたら、まあ、またコメントください。はい、それでまた、まあ、何かいいあれ、まあ、悩みとかがあったら返信していこうかなと思ってるんで、はい、では以上、浪人 YouTuber の達也でした。では。